型枠とは、液体状材料を固化させる際に、所定の形状になるように誘導する部材、枠組みのこと。コンクリートや発泡スチロールなどの成形に用いられる。砂型成形の場合にも用いられる。建物などの設計に、経済性と効率性を追求する場合、型枠の材質と転用性及び取り扱いの簡易性が重要であるとされる。型枠で、 コンクリート構造物を作る工法を型枠工法という、鋼鋼板により構成された型枠。大きな平面や平面でなくとも反復した形状等枠の単価が高価であっても繰り返し使うことで、他の型枠との価格差を相殺できるようなコストの面での選択や反復して使えなくとも木製等の型枠では困難な形状。 もしくは圧力が高く他の型枠では耐えられない、形状等の強度やデザインの面での選択により採用されることが多い。変形が少なく、凝固した製品の寸法精度が高いため、デザインが規格化されたメーカーの建物や、工場生産の有事工、溶壁等の大量同型のコンクリート製機製品や、プレキャスト製品の生産に多用される。工場生産の際には、 コンクリートの品質を落とさずに早く固めるために、主に水蒸気を噴霧して、コンクリートの凝固を促進させることが多い、この際にも構成型枠の耐久性が貢献している。デメリットとしては、高価であること、重量が重むこと、多くの場合再使用が念頭にあるため、清掃や防錆等のメンテナンスが必要となることが挙げられる。 合板型枠コストパフォーマンスに優れており、大規模、小規模に関わらず多くの構造物の現場思考では、木製型枠が用いられる。木製型枠のほとんどは、厚手のベニヤ板の片側表面に、コンクリートの付着を防ぐよう平滑にするための塗料が、塗布された合板型枠である。使用の際は、コンクリートの付着をさらに防ぐために、塗料と譜面に、 無色の剥離剤を塗布することが多い。軽量、のこぎりを用いて任意の大きさや形状に切断ができるメリットがあるが、大型構造物では膨らみによる変形が生じることや、型枠としてリユース、リサイクルは極めて難しいといったデメリットがある。コンクリート構造物に型枠に大量の合板型枠を用いることは、 森林資源の枯渇や破壊を招くことという批判があり、合板、合板のメリットを設置したアルミニウムや合成樹脂で作られた再生率の高い型枠も開発されている。また合板を使うにしても FSC 認証合板の使用や間伐材をそのまま捨て型枠として流用する事例も見られている。丸太型枠河川や砂防、地産工事で設置する構造物では、 間伐材の丸太を組み上げて、型枠とする場合がある。単純に丸太を積み上げると隙間ができるため、あらかじめパネル加工を行ったり、防水紙を貼り隙間を埋めるなど様々な手法が取られる。丸太は再利用が不可能であるため、打設後は、脱径せずそのまま残存させるため、残存型枠とも、捨て型枠とも呼ばれる。鋼板や合板など素材で分類した型枠の種類ではなく、 コンクリート表面に模様をつける目的で表面を加工した型枠のこと。景観や生態形状の配慮からコンクリート表面に凹凸をつける際に用いられる。素材はウレタンフォームなど仮想製のものや金型で加工された鋼板などで作られている。木製残存型枠が林野町長官賞を受賞。ありがとうございます。